フォーセール車両の紹介をしていきます。ハーレーの98年 XLH パパさんがベースでカスタムされています。エンジンとミッションサイラでオーバーホールしてます。その際に排気量をパパさんから1200にボアアップしています。フレームもリジットフレームにカスタムしてますけど、公認リジットで車検取って登録されてますんで、車検証にもリア後輪干渉装置なしの記載ちゃんとあります。次回の継続車検からも安心して通してもらえるかなと思います。で車検がね、令和の5年7月まで2年以上残ってますね。調子もいいし整備してありますんで、納車もすぐできるかなと思います。車体価格が120万円税込み、諸費用ですね、納車諸費用、豆編とかいろいろなのありますんで、それ5万5000円だけいただいて、125万5000円で即納車可能な車両となります。じゃあ、スポーツスターのね、39倍のフロントフォーク、少しローダウンしてセットしてますね。ハンドルはサイラのオリジナルヘリングスバー、チョッパー作るときね、よく使います。ブレーキ周りもね、グリメカ使ってあるんで、ハンドル周りすごい旧車みたいにね、すっきりされてて、シンプルでいいと思いますね。ハンドルにスイッチも何もついてないんで、コントロール周りは全部ここに集合してますね。スピードメーターと、これウィンカー、ハイローですね。ハイロー。で、フォーン。で、ウィンカーですね。で、これがセルスイッチになります。で、イグニッションキーはここにありますね。あとガソリンコック。どうしようかな。CC バー、稲妻デザインですね。ワンオフです。マットブラックのフェンダーに、クロッカーテール。ちょっと古いね、ドラッグスペシャリティーズのシートに、ピーナッツタンク、こちらもマットブラックに塗装されているのに66くんに頼んで稲妻のペイントを入れてもらってます。シルバーリーフでね、周りに黄色いピンストが入ってますね。すごいかっこいいですね。でマフラーは、レプリカですけど、ヴィンテージの XLCH 用なのかなのやつにワンオフで製作したアップスイープのマフラーになってますね。オールタンクもワンオフになってます。車体周りのカスタムこんな感じですね。じゃあエンジンかけていきますはい、鍵一回回してもらってセルですね。はい、セルなんですぐですね。とってもね、扱いやすいチョッパーになっていると思います。旧車が不安だったりとかする人にもね、入門としてはまあとてもおすすめでいいハーレーなんじゃないかなと。